前から巻いてたよってに勝手に入らしてもろたけど誰もいてへんし留守やと思った。不用心やで。誰に入られたって取られて困るようなものなんてないもの。お父さんもいなかった？うん、いてはらへん。あ、じゃあ研究所のものを整理してんのかな。この家ね、母さんの四十九日が済んだら出ていくことになってるの。だからいらないものの処分とかでいろいろ大変なのよ。ここ出ていくて？この家ね、借金の抵当に入ってて、借金の整理するために売りに出してたんだけど、やっと買い手がついたらしいの。そんなアホな、なんでそんなことに。大蔵さん、何のためにそんなお金。お父さんの研究ってお金がかかるんですって。けど嫁入り前の娘抱えてるいうのに、家がないようなことになってしもたら、あんたの結婚に勝手に差し支えるやないの。何を考えてはんねやろな、お父さんは。ちょっとお父さんと話してくるわ。母龍が亡くなって、今春樹の人生は大きく変わろうとしていました。母の四十九日が過ぎるとすぐ両親が暮らしていたこの家を出ることになっていましたし、諦めかけていた映画会社の脚本部へ入社することも父が許してくれたのでした。まったく丸裸になって娘に何もしてやれない父親なんておっしゃる通り、父親の資格なんてありません。ただ龍にだけは亭主として、最後まで龍の好きだったこの家で過ごさせてやりたくて、それができただけで精一杯でした。春樹には申し訳ないと。私はお父さんに感謝してるわよ。女子大だって大学だって行かせてもらったんだもの。それに今は私が何よりも大事にしている自由をもらったんだもの。それで十分。何が自由をもろたや。親子別々に暮らして娘には自分で稼いで食べていけやなんて、それが父親のすることですかいな。たとえ暮らしが苦しくたって、父親と娘が互いに助け合うたりいたわり合うたりしていくのがほんまの親子というもんやないんですか。私はね、龍の代わりに泰造さんや春樹のことを心配してきましたけど、お互いにそれでええと思ってはんのやったら、もう私は何にも言わしまへん。好きにしはったらよろしいわ。この家出てきはったらもう二度と会うこともおまへんやろ。もうおばちゃん、待って、そんなこと言って。私は京都にいるの。またいつだって会えるんだから会いに行くから。京都？下宿ちゃんと決まったら知らせるから。あ、ほな、太蔵さんは？生駒の山の中に古い家が空いてて、いつでも使ってくれていいって言ってくれてるんで。なんでそんなと。いや、家賃が安いですしね。龍も亡くなって春樹は独り立ちします。研究するだけですから、まあ、街中にいる必要はありませんしね。まさか太蔵さんがそないに困ってはるやなんて。龍はそんなこと何も知らんと死んだんでしゃるな。せめてそれが救いやわ。また風邪や。気ぃつけなあかんで。はい。気ぃつけたらあかんで。ねえ、お父さんこの茶ダンス持っていけばいいのに。邪魔になるだけだよ。父さんは研究所のものだけ運べばそれでいいんだ。母さんこれ気に入ってたから手放したくないんだけど、私も三畳一間のところに行くから、ダンス一つ持っていくのが精一杯だしね。しかしこの家で4年ほど暮らしただけなのに、結構物が増えてて、一軒の家を畳むってのは大変なことだね。惜しいものもあるけれど、思い切って手放さないと身軽にはならないしね。あ、これ母さんのお気に入りの小鉢だ。ねえお父さん、これ私持ってっていい？ん？ああ、いいよ。ありがとう、大切にする。
あの茶ダンスの中のも出しておきましたから、はい、それからあの食器類も引き取ってくださいね。はい。だけどなんやこちらいいもんがたくさんおありやのにもったいないですな。狭くて置いとくところないんです。その代わり高く引き取ってくださいね。はい、そらもう気晴らしていただきますよって。はい、おい、よろしくお願いします。はい、よしよしよし。じゃやっぱりここやったわ。さとみさんまで探したで。え、どうしたの。いや、純のやつからお母さん亡くなられたって聞いて。あ、お願いします。はい。どうして純ちゃん知ってるんだろう。私誰にも話してないのに。純のやつ君から何の連絡もないよってどないしてるんかなっちゅうておばさんとかで様子聞いたらしいわ。それでお母さんのこと。お兄ちゃんが急に帰ってきたよって何があったんやろってびっくりしたんです。この度はお仕事様で。それでわざわざ来てくださったの。ああ、おはるさん参ってるやないかってみんな心配してわいが代表してほんならこいつまで来るっちゅうて。お年かて高倉さんとは親しいしていただいてんねんもん。どうもありがとう。あ、とにかく上がってどうぞ。なんや、お取り込み中みたいやけどよろしいんですか。ええ、引っ越しの準備してるの。でもあのお構いできませんけどどうぞ。引っ越すの。わざわざ東京からお越しいただいたそうで申し訳ありません。春樹と大学の同級っていうとやはり国文科ですか。竹中さんは芸術家、演劇を専攻してらっしゃるの。仲間と一緒に劇団を作って自分たちの舞台を上演したいっていうのが夢で。ああ、お芝居ですか。私が脚本を書こうって思ったのも竹中さんの情熱に影響されたからよ。いろんなことを教えてもらった。いや、教えてもらったなんてとんでもない。高倉君が脚本を書くようになったのは高倉君にそういう才能があったよって。高倉さん、映画会社に入りはったんやって。おめでとうございます。それに引き換えてうちのお兄ちゃんはお金にもなれへん芝居にうつつ抜かして高倉さんの爪の赤でも煎じて飲ましてやりたいわ。ほんまに海のもんとも山のもんともわからんもんに取りつかれてしもて。お前には男のロマンちゅうのがわからんねや。うちの父だって同じよ。一つの研究に命かけて。けど私はそうやって夢を追いかけられる人って素晴らしいって思ってるの。お父さん、ほんなら何かの研究なさっておいでなんですか。いや、私の夢のために家族には迷惑をかけています。この家を手放さなきゃならなくなったのも私が夢にこだわり続けているせいで。妹さんのお気持ちはよくわかりますよ。しかし男っていうのは因果なものでしてね、なかなか夢を捨てきれないんですね。捨ててしまうと死んでしまったのと同じで生きている理由がなくなってしまう。そういうもんなんですよ。しばらくはお兄さんの黙って見守ってやってください。何しろわいまだ妹に生活面倒見てもってますよって。うちはお兄ちゃんにしてあげるよって頑張ってられるんや。お好み焼き屋かってお兄ちゃんにしてあげんともようなったら働くせえのになってきっとアホになってしまうわ。竹中さんはいい妹さんを持ってお幸せだ。今日はどうかゆっくりしてらしてください。ある日も久しぶりにお会いできて積もる話もあるでしょう。夕飯どっか食べに出よう。あ、せっかくですけどうちは店がありますよって。そうですか、そりゃ残念だな。じゃ竹中さんだけでももしよろしかったら。お兄ちゃん、お言葉に甘えてうち先に失礼するよって。ほなお邪魔しました。おい。あ、何もお構いしませんで。またいらっしゃってって言ってもこの家にはもう来ていただけないけど。京都へ下宿しはるんやったら大阪へはすぐやさかい店寄ってください。お暇があったら京都へも。けど残念やな、春樹さんが東京にいはったらお兄ちゃんかて春樹さんとお付き合いできたのに別れ別れになってしもて。けどお兄ちゃん春樹さんのこと好きなんや。好きやなかったらあの面倒くさがり屋のお兄ちゃんがなんでわざわざ大阪まで来ますかいな。それだけは分かってあげてください。ほな、お兄ちゃんのことよろしくお願いします。
海軍兵学校ですか、竹中さん。死に損のうて除隊になったんですが、どうせ儲けた命です。やりたいことやったら思て、ええ年して大学入りました。そうか、それでやっぱり夢にこだわるんだな。いや、私もね、終戦になった時は朝鮮にいて死を覚悟しました。それがなんとか生き残れて、やっと日本の土を踏んだ時は、よし、これから自分の好きな研究をしようって。戦争で自分の人生を奪われたものは失ったものへの思いが強いんですね。春樹だって戦争でいろんなものを犠牲にしてきてるんです。何をやったって春樹がしたいんだったら許してやろう。近頃そう思うようになりましてね。たとえ失敗したって傷ついたって、自分の選んだ道だったら後悔することはないでしょう。お父さん、お夕飯あり合わせてよかったらうちで作りましょうか。おう、そうだね、その方が落ち着くね。あ、やばいやったらほんまは何のお構いもなく。遠慮せんでいいよ、春樹の料理もなかなかだよ。じゃあ頼むよ。はい。今日は久しぶりに気持ちよく飲めた。いやね、今は金儲け金儲けって日本中が血まなこになってる時に、君のようにただひたすらに理想を追い求めている若者がいたなんて、いや、まだまだ世の中捨てたもんじゃないね。君、あ、貧乏なんか恐れずにね、君の舞台、君にしかできない舞台、これ作り上げてくれよ。私必ず見に行くからね。いや、私はどうもその芝居には縁がないし興味もないけど、君の芝居は必ず見せてもらうね。たとえ貧乏しても夢は果たします。どっちが夢早く果たせるか高倉さんと競争です。お、いいね、約束しよう。男同士の約束だからね。君は早くいい舞台作り上げてくれたまえよ。高倉さんも世間あっと言わせような研究の成果見せてください。よし、その時はね、二人でうまい酒飲もう。君と二人で飲もう。今夜みたいに楽しい酒酔いつぶれるまで飲みましょう。じゃあ、じゃあ、グッと飲みもないね。いいね、おいしい酒だね、これ。いいね、自分でやるから。もう大丈夫？別れ別れに暮らすようになったらもうこんなことしてあげられなくなるんだからね。ああ、竹中君は、うん、妹さんとこ帰るって。彼はいい青年だ。もっと早く彼を知ってたら春樹を嫁にもらってもらったのにな。今となっては春樹に何もしてあげられない。何バカなこと言ってんの。彼は芝居家が恋人なんだから、そこがいいところなの。久しぶり、楽しそうに酔っている泰造を見て春樹は心が和んでいました。そして間もなく龍の四十九日の法要も済み、納骨も済ませると、いよいよ家を出る日が来ていたのでした。